オルネポ悪くないわよ。はい、オルネポでございます。9月21日火曜日でございます。353回になりました。時刻は何時ですか今。9時47分、22時前。割と早く始められたんじゃないかと思います。相変わらず、テニス肘絶賛。めっちゃ痛いんですけどね。こればっかりはもう、ちょっと、長丁場っぽいので、左手がすげえ痛いです。はい。いろいろと困っております。困ってるけど、困ってないような。はい。で、そんな、とこですけど、ね、何から、申し上げたらいいんでしょうか。ついにね、私、やっと、やっとの、やっとついに、マッサージに行きましたね。ありがとうございます。ようやくマッサージに。もうね、テニス肘になって、で、もともともう1年半ぐらい左手の親指の先が痺れっぱなしで、なんかだんだんで首、肩、本当はだから、福岡に行きたいところなんですけど、行けないと。スケジュールの都合、あと緊急事態宣言。もろもろ。今だいぶ減ってるっぽいですけどね、コロナの感じ。僕もワクチンを打ってるんですけど、本当はだから、キラキラまで行って、眉に助けてもらうのが一番いいんでしょうけど、もうしょうがないので。で、いつも、桃屋の、から、近所、柏山医院にあった、マッサージ屋さん。もう十何年、通ってたところがあるんですけど、こっちにもあって、上の方にも、小野田か。で、そこに何年ぶりかに行って、で、会員証ありますか？ありますよ、ありますよ。ちょっと福岡の時だったんですけどね。つっても、失効しております。と。もうこれ、データ全部消え取ります。なんか、2年利用がないと消えるらしい。あ、そうですか。じゃあ、新たにお願いします。って言って。で、まあでも、長女ブレンダーが、で、長女ブレンダーも肩こりがひどい感じなので、でマッサージ、どっかいいとこをしてるって言って、僕がだから、ずっと、柏浜イオン。福岡の時行ってたチェーン店なんで、あそこは大体誰がついてもクオリティの差がない。まあ、店長は格段にやっぱ上手いんですけど、で、たまたま長女ブレンダーが行ったら、店長さんに当たったらしくて、そこの、こっちでね、山口行って、で、その、で、仲良くなって、常連になってるらしいんですけど、だ僕、名字珍しいので、もしかして、長女ブレンダーさんのって言われるかなと思ったけど、まあまあバレずに、まあ、バレてるとは思いますけど。で、なんか、会話の中で福岡から来て、で、ちょっといる、初めてなんですよ。もう3年、4年目なんですけど、つって。バレるかなっていうね。これ後で繋が、っていうね。あのおっさんがっていうことに、ならなきゃいいなと思うんですけどね。祈るばかりなんですけど。はい。でね、だいぶだからそれで1時間コースぐらいで、久しぶりに、もうお疲れのところはどこですかって言われても、全部なんですけど、一応肩と首と、お願いしますみたいな。まあ、だいぶだからほぐれましたね。で、もうなんか、最終的には肩甲骨の裏が痛えみたいになってたので、まあでもだいぶ、これでだいぶ回復しましたね。ただね、で、肘だけは触らないでくださいみたいな、痛いんですっていうね、感じで。やったんですけど、まあそれで、まあなんとかね、で、あとはまだ痺れとの戦いなんで、痺れと痛みのね、もうこれ、もう年、アラフィフあるあるだとは思うんですけど、もうしょうがないですね。そんな、そんなね、感じでございますけど。それじゃこれがね、まあこれ、もう今週はもう、まあ先週から激動の一週間が過ぎまして、で、今週、緩やかに始まりましたけどね、これまたついに、
ついに見ることができたんですよ、僕ね。もう、やっぱ感動、感動ですね。ついに、私、やりました。全裸監督、見てます。どうも、徳光加藤です。たまたまね、全裸監督が、家で見れないだろうなと思ってたんですけど、昨日たまたま、家、家族のもの全員いないっていうね、こうなんかこの、誰もいないじゃんチャンスと思って。で、シーズン1、シーズン2で完結してるんですが、ネットフリックス専用なんですね。独占。めっちゃおもろいっす。なんかまあ、業界は業界、アダルトビデオ AV 業界の監督さんの話ですけど、もうなんかそういうなんか、そういうのがメインじゃないので、その V シネマとかそんなんじゃないな、お色気系番組じゃないので、ただその描写として使わなきゃいけない部分はあるみたいな感じで、もうその監督そのもの、村西徹そのものの生き様を、まあ、切り取ってるみたいな。めっちゃおもろいっすね。で、今シーズン1を昨日一気見して、で、今日シーズン2の、1話だけが見れたんですけど、また、長男ブライアンが帰ってきたんで、消して、なんかこっそり、なんか、こっそりなんか動画見てる人みたいになりましたけど、こういうことかなっていう、あんまり経験がないんで、こっそり、でも見られても別にいいんですけど、なんか見られてもいいけど、わざわざ、その堂々と見るもんでもないなという、ちょっと、なんか、ワンシーンが映ったりするんでね、トーク、声とか。あんまり、堂々と、まあでも、もうね、お馴染みなんで、この前はドキュメンタルみたいなやつで、山田孝之が、全裸監督のイケメンタルか、笑ったら退場みたいなやつで、やってましたけどね。あれしか見たことなくて。で、ラジオの CM とかでお待たせしましたとかやってる。お待たせしてはなんとかかもしれませんとかってやってましたけど。で、今回。いやー、面白いわ。だから、ざっくりね、前科7犯とか、懲役370年とか、借金何十億みたいなことはよく、ツイッターもフォローしてるんで、プロフィールには書いてあるんですけど、あ、こういうことやったんか、とかね、衛星放送事業に失敗して、負債を抱えたとか、その辺が2で描かれてるんかな、まあ、1も1、ネタバレになるのか、みんな見てると思うんですけど、めっちゃおもろいっすね。まあ岡村さんもめっちゃ面白かったっつって言ってたので、オールナイトニッポンでね、ナイティナインの、もう見たかったんですけど、まあでもちょこちょここっそり、こっそり見らんとね、あれね、堂々とは見れんなと思って、で、堂々とは見れんなと思ったんですけど、ネットフリックスページ開いたら、出ちゃったっていうね、現在視聴中ってところに、全裸監督って出ちゃったので、これまずいなと思ってるんですけど、だから、一応、ネットフリックスはそれぞれ、開いたら、僕と、長女ブレンダと、あと子供たちと、みたいな、マイページみたいなのが出せるので、僕、誤って僕の開かない限り、あ、これ全裸監督見てんじゃん。全裸監督見てんじゃんみたいにね、なるで、まあ、しょうがないですけどね。で、あ、これが黒木薫なのか、と思ってね。で、なんか、一応 Wikipedia で調べてみようと思ったら3本しか出てないですね。なんか話には聞いてたんですけど、本当に3本しか作品はないみたいで。で、今の奥さんが、なんていうか、野木真理子っていう、で、奥さんってね。これが2に出てくるっぽいですもんね。シーズン2にね。楽しみなんですけど。なんか、黒柳モルボルってなんですか。まあまあいいけど、なんかツイキャスが不思議な名前でいっぱいなってますけどね。ブルジョア菊池とかいろいろ、モルボルとか何がモランボンみたいですけど、前もこんな言ってた気がする。まあこれでね、ちょっとなんとかだからこそ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 、見たいなと思ってますけど。でね、あとミカラジオのミカちゃんが教えてくれてたネットフリックス、これも専用ドラマ独占配信みたいなやつで、ユニークライフっていうのがあるんですけど、シーズン4が今年、スタート予定で、やっと気がついたらもう配信されてて、ミカちゃん知ってんのかな？僕は知らなかっただけで、今日ね、早速見たんですよ。まあ、
家族が帰ってきたんで、もうあの、全裸監督は堂々とリビングで見れないので、ユニークライフを見ようと思って。で、見てたら寝ちゃったんですけど、あれも面白いですね。またちょっと展開がね、ジェンダーとかの話になってきてますね。ちょっとあんま面白いんですよ。主人公の子がね、ちょっと才能があるけど、いろいろ神経質で、みたいなね、その、自閉症だったっけ。それで、いろいろこう、自立していく、描く、とかね、いろいろ、いろんな、こう、もう物語が、その、群像劇という家族というか、平行線で描かれていくんですけど、それを見とります。はぁ、よかったっすね。で、なんとね、先週の金曜日はね、飲み会を急遽開いて、で、皆さんお世話になりまして、まあ、激動の一週間、締めくくるべく、アイコンのライブ前夜祭ということで、でね、当日にの、呼びかけたんで、集まってくれるかなってめちゃくちゃ不安だったんで、当日、まあ、感謝祭のスカイプと軍団のスカイプの方で呼びかけ、チャットで呼びかけつつ、当日9時スタートって言ってたんですけど、1時間前、8時過ぎぐらいからもうツイキャス開いて、誰か来んですか、誰か飲みませんかって、もう誰も来なかったら、これもうツイキャスしながら一人で飲み続けようぐらいの覚悟で、やってて。じゃあね、結果、延べ20人以上、お集まりいただいて、まあ、大盛況で、6時間半くらい飲んでたんかな。スカイプのタイマーが6時間30何分とかなってたんで、8時過ぎぐらいからもう回しっぱなしで、で、ツイキャスも並行で始めてみたいな。おかげで久しぶりの面々もね、某、東海地方の、ヒーローもやってる、ブックボーイみたいな人もね、とか、まあやっててよかったなっていうメンバーもね、来たので、よかったっすね。いろいろと、いろいろありましたけど、まあいろいろ、先週のいろいろは先週のその裏で、ツイキャス生中継みたいな、ね、もう消去されてるだろうのがありつつ、そうな流れで終わりまして、で、ついに僕、ね、そうなんですよ。アイコのライブに行けました。どうも、徳光和夫です。いやはい、おかげさんでね、行けましたので、よかったです。泣くね。で、結果ですよ、結果どうなったかというと、ファンクラブ入会しました。どうも、徳光和夫です、はい、ファンクラブまで入っちゃったっていうね。結果ファンクラブに入りまして、5000円、入会費1000円と年会費4000円と5000円ほどで入りました。なんか特典の何か送られてくるらしいですけど、今のところデジタルで会員証はさっきツイッターでもあげましたけど、結果ね、何がすごいのかっていうのはいまいち分かってないんですけど、なんかね、ファンクラブの開放みたいなのがデジタル文書で見れるらしいっていうので、会員証も番号もね振ってもらって、なんかで特典が届くらしいっていうのと、でアーカイブでその何十冊分かは見れるみたいなんですけど、でなんかインタビューと曲のコメントとか、あとなんちゃってグラビアみたいなコーナーもあるみたいなんですけど、これベイビーピーナッツっていう、ファンクラブの名前、入っちゃいましたね。入っちゃいました。ありがとうございます。まさかね、ファンクラブに入るような日が来るとは思いませんでしたけどね。何があるかわかりませんね。まあ
だ今先週はだからそんな感じで、いろいろありつつ、いろいろ僕にいろいろあったわけじゃないですけど、いろいろありつつの飲み会もしつつ、で、結局仕事が入って、ライブの後余韻に浸る間もなく帰らなきゃいけなくなって、日曜日仕事だったんで、これがなければね、もう、計画は、そのまま、周南市文化会館から近くの徳山駅の近くでホテルを予約してて、もうゆっくりコンビニでお酒でも買って、つまみでも買って、一人で打ち上がろうぜって思ってたんですけど、それができなくなったんで、金曜日急遽飲み会をね、本当はだから、ホテルに帰って、打ち上がろうとは思ってたんですけど、それで、もしかしたら飲み会をしてたかもわかんないですけど、打ち上がればなと思った。それがもうホテル急遽キャンセル、ギリギリキャンセル料なしで助かって。で、もう、車で帰らなきゃ。で、車の確保に、長女ブレンダが、妻ジェニファを夕方迎えに行ってくれるということになって、朝から僕は妻ジェニファを職場まで送り、車を確保し、出発したんですけど、ね、で、調べたら駐車場が100何十台で収容人数1800人、まあディスタンス取るので席を間隔空けながらなんでって言うても、僕みたいにアイコのライブは調べると2時間半から3時間かかるって言われて、結果3時間やってたんですけど、電車ないよっていうね、せっかくだから最後まで見たいってなると車がないと無理っていう、だから160何台しか止められない駐車場、これ無理な人たちいっぱいいるんじゃないかなと思って。ならば、6時スタート、5時開演、会場か。なんで、もう3時に到着して、車止めとこうと思って、もう割と車入ってて、危なかったんですけど、もうこれでね、これ結果帰り、もう駐車場から車が溢れてて、もう通路っていうか、道路、移動し、ルートの、駐車スペース以外のところに車がもうギュギュ詰めに入ってて、危なかったっすね。危なかったっす。だからもう計画通りっすよ。早めに行って、まあね、止まれれば一番良かったんですけど。っていうね、っていうライブ。よかったね。これ概要欄に、今回貼ろうと思ってますけど、ネタバレになるので、まあ、ライブに行かない方は、こんなライブがあってたんだなっていう。で、広めちゃ、拡散禁止のやつなんですよね。まだツアーは続いてるので。で、一応だから、バレないように、アイコとかって書くとバレちゃうので、スポティファイで、そのままプレイリストを作って、セットリストまんまプレイリストみたいなの作って、ただ、アイコって書いてないから検索してバレることはないだろうと思って、作ったやつがあるので、もしこんなし、まあ、で、これを聞けば、その日のライブっぽくなるみたいな。MC が入ってないですけどね。っていうのも作ったりとか、いろいろ、まあ、ありまして。まあ、楽しかったですね。もう、すごかったです。岡村隆史歌謡祭で2、3曲聴いただけだったんで、実際生で見るのは、やっぱすごいっすね。ただね、福岡市民会館のような感じよりはもっと急角度で、で、3階建て、2階建てになってるんですけど、建物は2階、3階っていう入り口、登って入れる仕組みになってる感じなんですけど、1800人で市民会館と一緒なんですけどね、福岡市民会館と。やっぱね、スピーカーも両側、ステージの袖に、アーチ状に、客席の方にこう、アーチのように、こう、スピーカーが組んであって、半円みたいな感じで、こう、スピーカーが上、すごい高さを使って、こう、弧を描くように、客席の方にこう、スピーカーがせり出るように、こう、ちっちゃい、スピーカーなんかも積み重ねてるような感じなんでしょうけど、それよりも高い位置に僕らの2階席があって、若干だから PA とか、まあ、下の方で音作ってんのかなっていう感じはしましたけど、上の方はだから音ちょっと回る。でも、演奏中やっぱでもボーカルはちゃんと聞こえるので、やっぱ音のちゃんとやっぱその辺は歌が聞こえるように作ってあるんだなと思ったんですけど、あと、演奏の音はゴワーン、ゴワーンっていうのはちょっと若干ありましたけど、だんだんでも耳が慣れてきて、大きめの音に慣れて耳がバカになってきて、キーンって耳鳴りするぐらいの状態になったら、ま、割とね、聞こえるかな。演奏が結構こう、もう、
なんか、トンネルの中っぽい状態にはなりつつだったんですけど、まあ、ああいう、そういうコンサートも設定した作りなの、多分ね、音響とかね。まあ、その辺は、まあ、音はいいのはいいと思う。だから、下で、一回の聞いたらもっと音は良かったんだろうな、とかって思いましたけど、上の方はちょっと回ってる感じはしましたけど、ただね、最後、もう、これもね、もうだから、今度ライブに行く方がこれを聞いてるってあれば、もう、ここから止めていただいて、ライブ見た後に聞いていただきたいと思うんですけど、アイコのチケットをお持ちの方、今度東京かなんかであるって言ってたかな。やっぱね、アンコール、ダブルアンコールになった結果ね、24曲やったんですけど、最後やっぱね、あ、もう、いたずらに多分自分たちでボリューム上げたんかなってぐらい多分、すごかったですね。まあ、お客さんの盛り上がりと、に吸い込まれて音を上げたのか、PA が上げたのかわかんないですけど、ボリュームガー上がりましたね、最後ね。最後の曲あたりはすごいパワーやったなと思って。まあね、そんな感じで、まあ、よかったっすね。めっちゃ良かったっす。まずファンクラブになるという、感じでございます。さあ、まあ行きましょうか。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋のおっさんの、オールデイズダネッポン。始まった。はい、山口県の片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りしております。桃屋のさんのオールデイズザネッポンでございます。353回でございます。桃屋のさんのオールデイズザネッポン。短く略すと、オールネポこれまたね、言うてもで、僕初ライブだったんです。まともにライブを見るのね。それが、またこれもね、まあ僕持ってるなと思ったんですけど、愛子自身が山口県で初ライブだったっつってね。山口今までやってなかったんかいっていう。もう二十何年やってて。そこは、びっくりしたんですけど、まあ僕、ちょうどいいな、この、僕の移住を待って、これもう仕組まれたシナリオ、よくできたシナリオじゃないかって勝手に思ってますけどね。まあ僕がこう熱狂的に追いかけ出すのも、ここ最近なんで、全部これ、決まってたんですかっていう、そんな気が、353回よろしくお願いいたしまーす。うちの軍団も聞いてる。トークバルバッカス。毎週月曜配信中。世界丸見えと被るじゃねえかバカ野郎。あんちゃん、死んでもやめんじゃねえぞ。ママのうんこを見せるのよ。ありのままの自分になるの。何も怖くない。風を受け少しも臭くないわ。桃屋のおっさんのオールデイズザネポン。ありのー。はい、お送りしております。353回でございます。あー、リンゴちゃん、CM、あー、そっか。CM 作ってないんか。ってことですかね。作ったらばらまいたらどうですか。ポッドキャストの日がある、9月、っていうのもありますしね。いいんじゃないですか。何やったっけ、キュリオシティと、適当兄弟、黒やな。なんとか兄弟、黒やな。ぐだぐだ兄弟やったっけ。ね。ポッドキャストの日ですからね。今月。まあ、なんて変わらないですけど。頑張る人は頑張る。いつも通り、いつも通り。ポッドキャスト。でね、ライブ、まあ、アイコのライブ、席に、今回デジタルチケットだったんで、
紙のチケットがなくて、で、席に紙が貼って、紙のチケットが貼ってあって、QR コード付きの。あと、チラシと、ファンクラブの、お誘い、チラシと、あの今度の、ライブ告知のポスターみたいなのも入ってて、やったーと思って。で、その中に、何だったっけ、アンケートがあって、あれ、僕、老眼でよく見てなかったんですけど、やっぱライブでアンケートに答えるコーナー、アイコがタブレット持ってきて、で、こう見ながらその質問に答えるみたいなコーナーがあったんですけど、あ、これ、ライブ前にみんながせっせやってたのは知ってたからかと思って、僕は知らなかったんで、もう老眼でまともに見てないんで、家帰ってアンケート答えればいいかぐらいな。で、そこに、今ハマっているものはっていうのがあったんで、ポッドキャストって一応書きましたけどね。で、あなたの名前何ですかって、桃屋のおっさんって書いて、なので、アイコオフィシャルに、あなたが一番ハマってるものはっていうのに、ポッドキャストとオルネポって書いてるんで、何それって、届くかスタッフが一応調べてみるかオルネポって何よっていうね、謎のワードが入ってるアンケートがあるっていう、ことになるとは思います。ええ、でね、今回だからすごい、やっぱディスタンスというか、やっぱ対策がしっかりしてるので、してたんですね。4列で、床にバミってあって、ガムテープが貼ってあって、で、5時前ぐらいになって、6時スタートなので、中でまず、会場する前に並ぶんですけど、そこにタブレットの中に、デジタルチケットの QR コードを、画面に。で、検温するのと同時にやるんですよ。チケットを片手に持って、ここの枠に合わせてください。そして、そのまま一歩近づいて、顔も画面の、顔でかいからはみ出るやないかいと思ったんですけど、それで検温と、チケット認証を同時に行うっていうね。4列ずつでずっと進んでいくみたいな、感じだったんですけど。で、あ、切れたか。それで、1800人で、50列ぐらい席はあったんですかな。僕が40列ぐらいあったんかな。で、僕が30何列だった。後ろにあと8列ぐらい、多分40列ぐらいあって、で、ずっと数えてたら、だいたい1列につき、ずっと1列目からずっと1回か覗き込んでたんですけど、一列につき10人ぐらい空席ができる感じですね。僕がで、4席あるブロック、非常階段から壁の間に4席だけ作ってる場所があって、階段の入り口か。で、僕一人と、で、一個挟んで、夫婦が座ってたんですけど、だから4人席に3人座るような形。だから、40列のうち、10人ぐらいですね。だから3人、座って1人空いて、10人座って1人空いて、5人座って1人空いてみた感じで、だいたい10個ぐらい空席ができる。ここは座れませんみたいなところが。これが40列あるので、まあ、400人ぐらい空席があるのかなって感じ。だからまあまあね、会場は1800人で、1400人ぐらい入ってるっぽい感じなんですよ。だからまあまあ入ってるなっていう印象もあったんですけどね。まあでも、あとね、やっぱみんな手を叩くのと、手を叩くときと手を振るときがあるんですよね。なんか、謎の、指を指して、肘から先だけを動かすみたいな手の動かし方みたいな。で、手を叩けるときは手を叩いて、リズムが複雑になったり、静かになったり、昔でアイドルの、親衛隊とか、パン、パパン、エイ、パン、パパン、ヘイとか言ってたやつの、パン、パパンは叩かないみたいですね、今ね。アイコのライブのみんなを見てたら。パン、パパンとかなしでも、パン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 って叩けると、単純に叩けるとこだけ叩いて、静かなとこは手を振る。手のなんか振り付け動作、パラパラの、肘から先だけやってるみたいなやつ、みたいなの。手をただこう指を指すのかなんかわかんないけど、あの動きは謎なんですけど、僕は一切手を振らん、手を叩く以外は一切やらなかったですけど、あ、まあ、もう夢中になって全力でね、もう
チンパンジーのおもちゃみたいな、あの、シンパル持った、みたいに叩いてるおいちゃんもいましたね。もうね、じいさんもいたし、おいちゃんもいたし、で、結構僕の席の4人のところに隣にいた夫婦は、僕より年上っぽかったし、で、若いカップルもいるし、とにかく男の少ないことね、男の単独で来てる僕みたいなのってそんなにいないですね。あと明らかにメガネかけて、バンダナして昔の、オタクっぽい格好してるのもいましたね。もう筋が愛子をアイドル化してる感じの雰囲気の人もいたし、あとやたらやっぱりオーバーオールを着てる人が多かったですね。あと僕はツアーの今回のグッズでボーダーの長袖を着てたんですけど、さすがに気温のせいもあってボーダー着てる子は少なかったですけど、で、女子はもっと少なかったかな。女の子も結構、あの、二人で、ペアルックで、ボーダー着てる女の子もいたけど、僕と同じボーダーを着てるって子が、ね、男が多かったです、おいさん。もうあの、100キロ超えの結構丸っこい男の人が、キャップを被った男の人が、着てたりとか、もうビロンビロンに伸びてるようなね。割とだ、で、男一人で着てる人が、僕みたいに単身ライブに参戦してる人がボーダー着がちみたいな感じだったなと思って。あとは女の子同士と、カップルはおらんやったかな。あとは、やっぱツアー T シャツのグリーン薄緑、深夜。薄い緑色っぽいやつを着てる人が多かったのと、あと、あの、僕みたいにその、こういう用事、その本当に、その、ライブ用のT シャツとして使う人じゃなくて、もう普段使いしててもうくたびれてるというか、もう使い込んでる T シャツもう筋金入りなのか、その分何回もライブに行ってる人なのかもしれないですけど、もう何回も着てるっていう感じの人が多かったっすね、T シャツが。今日、この日初めて袖を通したみたいな感じよりはもう使い込んでるみたいな、のと、あと僕みたいにあの、ボストンバッグを使ってる人いなかったっすね、そのツアーグッズの。まあ、値段したんかな？いや、してない。4000円ぐらいだったと思うんですけど、いなかったっていうね。ただ、もう、なかなかな、あの、おいさんからお姉さんから、壮大なペアルック大会だから気まずいっすよ。同じ格好してるんで、なんか、これ言うの慣れてないので、岡村隆史歌謡祭の時は、まあ、T シャツ着てでもなんか、リスナー、仲間みたいな感じがするんですけど、あの、初めて行くし、雰囲気がよくわからないので、ずっと下を終始向くような、感じにはなりましたね。で、あの、今回のアルバムか、新しいアルバムのやつ、何やったっけあれ、なんてタイトル、どうしても好きに、どうしたって伝えられないからっていうタイトルのアルバムの歌詞カードの中かなんかに、オレンジ色のコンバースがあって、僕もそれ通販で探して買った、で履いてったんですけど、一人兄ちゃんがオレンジのコンバースの僕と同じハイカットのやつを、もう、そっちの方見ちゃいかんと思いましたね。で、なんかこっちをジロジロ見られてる気もするし、もう早く並ん、だから早く並んで、会場前にもう先並んどこうと思って、上から、前から3列目が4、もうほぼ前の方ですぐ入れて、で、グッズを、ついでにシールとかハンカチとかも買ってとか、そんなのもあったんですけど、なんかね、もう周りをキョロキョロできないですね。恥ずかしい恥ずかしいね。まあ、慣れてない。どう、一人、やっぱ一人は恥ずかしいわーと思いましたね。そういう、なんか、感じもして。あとなんか移動中車で、ツイキャスしながら行ったんですけど、1時間ぐらいかかるんで、そこでダッチャーさんが、近くに、ステーキありますよって言って、ジョリーパスタの系列でステーキチェーンがあって、今はもう日本にここしかないんですよっていう、全身のジョナさんやったかな？何やったかな？全身の発祥のレストランがこっち山口らしいんですけど、州なんだったかな？同じとこやったか。で、そこにジョリーオックスっていうステーキ屋があるよって言われて、あ、で、せっかくなんで、もう早く3時についてまだ時間あるんで、そこでステーキでも食べようかと思って一人でね。そこにサラダバー、アルミの楕円の皿でサラダバーを、サラダバーとステーキとで、まあまあ3000何ぼしたかな。
でもね、サラダバーの種類が すごい20種類ぐらいあったかな。で、マリネ、キノコのマリネとか、ナスをちょっと辛くしたやつとか、サラダの通常の、なんかトマトとか、ヤングコーンとか、海藻とか、キャベツ、レタス、トマトじゃなくて、まだいろんな種類がもっとあって、で、スイートポテトがめっちゃうまかったですね。で、スープも3種類、シャンチタイはね、スープ3種類があったし、僕でも野菜スープしか頼まないかな。あとミネストローネともう一個クリーム系とかな。3種類ぐらいあって、もう開けてないけど、で、パンも食べ放題で、で、結構ふわふわの軽い感じで、みんなずっしりしないパンの焼き方ってあったっすね。バターロール、クロワッサン、あと何やったかな、わかんないです。4種類ぐらい、4、5種類ぐらいあったかな。で、ドリンクバーもあって、ドリンクバーも結局コーヒー一杯しか飲まなかったっすけど、ステーキもアメリカのやつ、で、だから、霜降りしてないというか、歯応えがあって。で、ソースも何種類かあって選べますけど、どれにしますかっつって、結局なんか、わさび醤油のソース良さそうやなと思って、わさび醤油でっつったらソースかと思って、だし醤油っぽいやつに、わさびがついてるイメージだったんですけど、本当に醤油とわさびだったっていうね、あれもびっくりしたんですけど、普通のソースにすればよかった。ジャポネソースみたいなのも確か、ポン酢とかもあったんですけど、なんか他のソースにした方が良かったなと思いましたけど、醤油かよと思いましたけどね、まあでも美味しかったですけどね、だから通常のファミレスとかのステーキの、付け合わせよりも種類も何があったかな、玉ねぎ、おべ、じゃがいも、ほうれん草、あとなんか結構普通のなんかちゃんとガロニがついてたなと思います。思った感じがしますけど、まあでゆっくりできて美味しかった。ただだサラダバーとかに行くとお客さんは入ってないですけど、ほとんどツアーのその先に僕みたいな状態のでカップルなんですよみんな、でこっち見てニタってその彼女の方が僕を見つけてニタッと笑ってる、笑われてる気がして、彼氏の方にいや一人で来てるあのおっさん、ボーダー来てるよっていう感じになったんじゃないかと思って恥ずかしかったんで、もうちょっとサラダバーも何往復もしたかったんですけど、撤収しましたね。なんか一人はずいな、これ。と思って結構いましたね、どんで、みんな T シャツなんですよね、それもね。彼女側が T シャツを着てて、彼氏はやっぱ連れてこられた感、持ってないっていう感じだったですね。やっぱ彼女が熱狂的みたいなのがあるんかな。っていう感じがして、で僕の前の席のカップルの子もこう細いキャシャーな花柄ワンピースの女の子がいて、そこの横に僕よりちょっと体が大きい、ガタイのいいのがいて、もうその彼氏は彼女な倍以上の幅を取ってるみたいな、でかいごついカップルでも見よう見まねで一生懸命手叩いて手振ってましたけどね。こう連れてこられた感のカップル。なんかでも、MC でもそんないじり、どうせ彼女に連れてこられたんやろ、あんた。みたいないじりをされてる人も、いたりしましたけど。あ、でもね、ほんと、たまたまだからその紹介してもらってね、食べるとこ。なんかどこで食べようかな、コンビニにするかなぐらい思ってたんですけど。それはそれで時間も潰せたし、ご飯も食べれたし。またでも、もう一回ゆっくり行きたいな。今度は一人で行かない方がいいなっていうか、でもあそこにしかないっていうね、ジョリーパスタ系のステーキ屋。いろいろ種類もあるんですよね。鉄板じゃないステーキも焼いてお皿でカットして持ってくるやつとか、ハンバーグもいろいろあったし、もう一回ゆっくり行きたいなっていうね、感じが、しておりますよ。まあ、そんな、ところで一応ねそんな感じのそんな曲を、お届けしたいと思います。さあ出るか、流れてきました。あーエコーやって終わった。さあそんな感じでそんな曲いきたいと思います。これイントロ長いやつこれね、まあそんな、いやでも久しぶりライブ見れてよかったなマジでね、そんな曲です。はい、じゃあ行きましょう、ビアンコネロで嘘
ちの子ならなおさらごめんって思う母は元気に過ごしている。そりゃいくつかの恋もしたし叶わずに破れたりもしたそれも
ピアンコネロで、嘘嘘でございました。もう、オルネポ聞かなきゃでしょ？はい、やっております。オルネポでございます。353回でございます。まあ、まあね、ほんとこれ、ライブ見た人と話盛り上がりたくなるけど、一人だったんでね。でもやっぱね、やっぱラジオ好きなのがきっかけで僕も愛好、やっぱすげえなと好きになったのはあるんですけど、やっぱね、やっぱトークがおもろいしうまいんですよね、やっぱね。エピソードトークもしてたんですけど、これも、まあネタバレになるかが、僕はそのテレビ、台風中継、台風の最中だったんで、あの前日かその前か。で、カメラが広島駅に来てて、広島で一泊するんかな。で、映り込もうってしてた話があったんですけど、その話もこれ、これ、オチどうなんのっていう話の感じだったけど、ちゃんとでも、あ、ちゃんと着地するわと思ってすげえなとか思ったり、それにプラスもう2、3個差し込んで、そのもっとこう、受けてたなぁ。で、あと、なんか、即興で、カトちゃんペみたいな下りになって、ちょっとだけよみたいな下りみたいな。わざとその時に、それに合わせて照明さんがピンクになり、で、あの、本セクションがね、あの、カドジャンペンのやつを、あの、サックス鳴らすとか、あの、即興に即興が重なって、で、最後、終わり方がわからないって言ってましたけどね、で、なんとなくでもオチになって、面白かったってことね、よかったっす。で、まあ、ネタバレじゃない、ネタバレか、で、どうしても、あの、僕、今回、あの、聞けたらよかったな、聞けたら嬉しいな曲の第1位がメロンソーダだったんですけど、ずっとやっぱり やんなくて。で、あの、今回だから、バンドメンバーがギター、ベース、サイドギター、ギターが2人とベースとキーボード、ドラムのバンド編成に、ストリングス、バイオリンの人たちが4人か5人ぐらいいて、で、あの、ラッパチームも、4人ぐらいいたのかな。だから十何人の大状態でやってたんですけど、で、ラッパチームと、あの、バイオリンチームみたいなのは、出たり入ったりするんです。曲の間、出番の時だけ入るみたいな。で、曲の終わりかけぐらいにスーッと入ってきて、次の曲に暗転して始まったら、いるみたいな。それをずっと繰り返してて、なんか、この曲の後、そろそろメロンソーダ欲しいな、ぐらいに思ってて、割と当たるでおなじみなんですけど、僕の予感が。な、本セクションが入ってきたんですよ。あ、これメロンソーダあるかも。イントロがもうまさにそれなんで。がこれでメロンソーダ来て嬉しかったっていう話なんですよね。あと聞きたかった冷凍便も聞けたし、これもうなんかネタバレかな。まあね、まだ最初に言ってるからいいか。あのライブ見る予定の人は聞かない方がいいっていうやつはね。あとね、なんかまんべんなくやっぱ久しぶりにライブするのと、まあ今回山口が初めてだったからかの特別のセットリストかどうかわかんないですけど、まんべんなくいろんなところから、曲を持ってきてる感じがしたので、で、あの、夏服もやったっすよね。夏服やんと思いましたけど、で、最後あれも聞けたし、B マスター、やつか。よかったっすね。あれもよかったっすね。アイアイ傘もあったしね。僕はあの、ラブレターと明日の向こう、私の向こうをもう勘違いしたし。で、ストローも聞けたっすよね。よかったっすよ、よかったっすよね。あれでもあの、アルバムの一曲目今回のあの、どうしたって伝えられないんだから、バイバイって曲があるんですけど、あれもよかった。あれやっぱ生で聞いたらすごいですね、あの曲ね。っていう話とね。一曲目がラストって曲。が流れたんですよ。ライブ始まるまでのあのプロジェクションマッピングみたいなのもかっこよかったし、いやいろいろとね、もうこれはキリがないんですけど、よかったっすね、よかったっすね。あ、やっぱあのライブの DVD とかでよく見てたんですけど、あのアイコステップっていうんですか、あのめちゃめちゃ飛び跳ねて踊るんですけど、あれをやっぱ全力で最初からもうずっとあれですね。で2曲やって MC やって息ぜいぜいやったんですけど、まあそれで静かな曲を混ぜながら、結局全力全開の45歳すげえなと思ったんですけど、45よすげえなとかって
思ったんです。はい、そんな、じゃあそんな感じですけど、いきましょう。ハッシュタグハッシュタグオルネポ、はい、クリス・ペプラーでーす。ハッシュタグオルネポでございます。ツイッターハッシュタグオルネポでつぶやいていただきました。ありがたいつぶやきを紹介するコーナーでございます。新しい最新からいきたいと思います。ヌヌさんからいただきました。オルネポ351回、ありがとうございます。351回で、ダッチャーさん、あ、さっき言ってました、ダッチャーさん、ありがとうございます。ジョリーオックス、点々点、オルネポの聖地がまた一つ知らんけど、っていう。これがまたね、引用リツイート、僕はね、これまた、この2日後に全裸監督を偶然、チャンスと思って思いついて、別に狙ってたわけじゃなかったんですけど、あ、今見れるやんって気づいたんですけど、これも、それを指してるかのように、僕の、これステーキを動画撮ってるんですけど、コメントがナイスです、ナイスです、ナイスです、これもう、ナイスですって書いちゃってるんですよ、僕ね。これも全裸監督のフラグが立ってたんですよね、これね。ステーキの動画を撮りながら、ナイスです、ナイスですって、僕は、どうなってこれね、まさかでも全裸監督見れるとは思わなかったんですけど、そういうことでございます。ありがとうございます。サイントラさんから、いただきました。あ、ダッチャーさんありがとうございます、マジでね。これは助か、いい情報ありがとう。ね。ジョリーオックス、皆さん、周南市に行ったらね、食べてみたらいかがでしょうか。はい。で、サイントラさん、軍団飲み会何もトラブルなく楽しい時間でした。良いリフレッシュができて、地獄の連休を乗り切れそうです。お会いてくださった皆様ありがとうございました。っていうね。もうサニトラさんがね、もう全然ダメで、全然ダメでっていうか、もうマイクトラブル、マイクトラブルで、結局もうパントマイムっすよ。喋れないっていうね。音声途切れた状態、喋っちゃいけない場所なのか、トラブルだ。もうほとんどだから、昔、もうほんと、前トラベリングダイスがそんな状態になってたんですけど、まあ音声トラブルでね、ほとんどリアクションと、あとチャットにコメントで答えるみたいな状態だったんですけど、まあでも、ありがとう、助かりました。楽しくね、おかげさんで前夜祭ができて、いい足がかりになりました、僕もね。僕のわがままみたいなところ、わがままですけどね。ありがたいっすよ、ほんと。ありがとうございました。またよろ、今度だから、今度軍団発足式いよいよもう、そろそろ30人ぐらいになりそうなので、桃屋軍団また新たにね、今回も加わることに、なったんかな、新メンバー。誰か言ってたよな。あ、書店ボーイも入れるんだったかな、っていう流れで、もうほぼほぼ30人に向かってくると思いますんで、ありがとうございます。さあ、演劇ラジオカマ様からいただきました。オルネポ特別回から352回、ハッシュタグオルネポを聞いていると前の回が気になって、遡って聞いてしまいます。お、そういうことあるんや、カマ様。それはナイス作戦。あ、そういうことか。でもハッシュタグをお便り回とかじゃなくて僕毎回やってるんで、あー、なるほど、こんな相乗効果があったんですね、ハッシュタグオルネポね。それはそれは良かったですね。ハッシュタグ、オルネポ。良かったです、良かったです。なるほどね。聞いてくれた特別会。ああ、ありがとうございます。これね、こういうのいかがですか？演劇で、結婚式漫談みたいなやつを一くだり入れるとか、ありがとうございます。やってるでしょうけどね、もうそういうのね、笑いに関しては。よくあるやつだと思うんで、ありがとう。ケンチさんいただきました。352回拝聴、アイコライブ体制バッチリ。次回はテンション上げ上げですね。天津肘歴20年ではなく20ヶ月なんです。ドクターによれば急な負担のかけすぎや加齢が原因とか、2年で治ったという人も周囲にはいますが、果たして点々、やっぱそっか。長丁も痛いんですよね。2年。20ヶ月も1年8ヶ月ですもんね。もう眉チャレンジぐらいじゃないですか、これ。まさに。眉チャレンジと同じぐらい、もうすでに。眉チャレンジやった頃、もう天数肘ってことですよね。僕今天数肘。これ痛いっすよ。自覚力がなくなるっすもんね。握れんっすもんね。カレーか、やっぱ。でもね、本当に大体腕力でいけるとか、体力でいけるみたいなのが、
あったんですけど、もうこれからはいかに体を上手に使って力を使わずに力まずにっていう、やっぱこう動きになってくるっすね。年を取るということを受け入れないといけないなっていう、力技と根性と体力勝負みたいなのだけでずっとこう来てた、馬力だけで行ってたところがあるのでね、生き方として、もうそれじゃあ体壊れますよっていうところに来たんでしょう。ちょっと作戦変更ですねこれね。ありがとうございます。アポロさんからいただきました。令和3年9月16日ポッドキャストの拝聴報告です。352回、ありがとうございます。ありがとうございます。ささくやちゃんいただきました。少しずつ拝聴ポッドキャストオルネポ351回、ありがとうございます。さあさくやちゃんも、セクシー全開でありがとうございます。さあぬぬちゃんからいただきました。ぬぬちゃんじゃない、ぬぬさんね。さくやちゃんの流れでちゃんになっちゃったけど、オルネポ350回、ありがとうございます。着実に、もう進んでおりますね。ありがとうございます。今353回ですよ。ありがとうございますね。あやほちゃんからいただきました。オルネポって書いてます。ありがとうございます。これいつ6日前、ありがとうございます。そしてハマンくんからいただきました。352回聞きました。配信マラソン及びハマン通信に触れていただきありがとうございます。モモンくん、あとハマンくん非公認応援キャラクター、かっこ笑い、モモン通信楽しみにしています。 V キュンということでありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、一応モモンくんのアカウントも作ったんですけど、ツイッターのね、まだ稼働してないんですが、なんかね、モモンくんフォローしたら、ね、多分、ね、花江も似たようなことやってるんですよ。なんかコピーマラソンするとか言ってて。で、なんか、僕みたいにもじったキャラクターと同じことやりやがんなよ、お前と思ったんですけど、被るやないかと思って、花江もなんかそんな、なんか、偽キャラを作って、これ、ハマン君公式キャラクターとかなんとかやったかな。同じことをするなっちゅうね、あいつまだ、ほんと。被っとるやないかと思ったんですけど、もうあまり触れずに行こうと思いますけど、あの野郎と思ってますけどね、ほんと。ありがとうございます。さあ、ヌヌさんからいただきました。オルネポ、特別編、新郎新婦披露宴、新郎新婦紹介。新婚披露宴か。ああ、ありがとう、聞いてしまいましたか。ありがとうございます。さあ、切れた、ツイキャスが切れとりました。始まります、始まります。さあ、そうそうそう。そして、さくやちゃんからいただきました。もう順番とかなくなってしまって流れてくるのを聞いている。本当に申し訳ないんです。っていう、オルネポ350回。まあ、そんなね、こんなにもう、丁寧な人を、いるんですかこのように。桜ちゃん、みんな惚れてまうやろっていうことですけどね、これね。それで丁寧に何回を聞いてるかを言うというね。もうなんか僕なんか聞いてないですからね。最近でも、ペペオバを聞きまして、最新回でペペオバの、T シャツ注文しましたんで、ピンクにしましたけどね。アイコのライブT シャツ、昔のやつを買ったのがピンクなんで、まだピンクで行きましたけど、何やったかな、ペペロンチーノって書いてないやつ買いました。今度、届いたら月末ぐらいになるんかな。その熊ジャックインレーベルやったかな、T シャツ着ようと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。以上か、以上でございます。以上でございます。ありがとうございます。さあ、ハッシュタグオルネポでつぶやいていただきましたら大変嬉しいございます。皆さんお気軽にハッシュタグオルネポでつぶやいていただきたいと思います。つぶやいていただきましたら、私、大変喜び長男マンモスレピでございまーす。以上、ハッシュタグオルネポでした。オルネポ。いや、もう何ですか。私じゃダメ、私じゃダメ。はぁ、エンディングでーす。なれ、なった。
てて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 てはい、山口県の片隅からお送りされます。宇部市の中心からお送りされます桃屋のおっさんのオールデイズだねっぽんでございます。353回でございました。桃屋のおっさんのオールデイズだねっぽん、短く略すとオールネポー。はい、ミルクプッシャースペシャルで8時間89分98秒でお送りしました。で、サラダバーで、そのステーキ屋でね、アイコのライブ前に食べて、デザートもね、巨峰の、種なしの巨峰の冷凍のやつかな、実だけ、皮の、もいだやつ、皮付きの実が置いてあるのと、みかん、オレンジと、で、コーヒージェリーがあって、どうもジェリー不浄ですっていうね、コーヒージェリーがあって、で、コーヒージェリー用に、コーヒーのミルクが置いてあって、テーブルに持っててかければいいんですけど、めんどくさいな、と思って、コーヒー、ジェリーにもコーヒーにミルクかけてから、そこで捨てて、で、もゴミを減らして、テーブル戻ろうと思って、お茶っこいでパッと開けて、キュッて、キュッて潰したんですよ、容器を。な、もうミルクプッシャーってもう、ズボンに、やばいっすよ、これ。もう白いミルクがジーンズの僕の501にブワーっとかかりまして、もう、ステーキの動画でナイスです、ナイスですって撮っておいてですね。今度、実際食後のデザートでミルクをズボンにぶちまけるっていうなんかね。本当、なんか、全裸監督もう見る感じになってたっていうね、これ。どういうことですか。本当ね。そんな。そそくさとかありましたけどね。もう、ミルクまみれになりましたんでね。テーブル戻って。コーヒージェリーも美味しかったですけどね。あれ手作りやったんかな、市販のやつかわかりませんけど、結構な種類が豊富でね、ようございました。ありがとうございました。ほんとね、また次もファンクラブ入りましたんで、福岡とか最寄りでもライブまた行ける、ライブしてもらえればね、また山口も来てほしいと思っております。チョルル君の写真とか上がってましたもんね。アイシチョルとか言ってましたね。僕も使わないですけどね、山口弁ね。はい、ということでオルネポエンディングテーマ、笹山でブラックインザボックス。初めから来ちゃいないさ、重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく、並べ立てたのは今までの理由だろう。そんなものよりも今を聞かせて、答え合わせならまだ早すぎる、未来など見間違えるものさ、行方不明のままの昨日を探すより素敵なことを語ろう。悲しみは分かち合ってゆけるものじゃない、 Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズ。など初めから決めちゃいないさ、誓い交わしたものさえ消えてゆく心、踊るなら約束はいらないから、そんなことよりも声を聞かせて、運命論なら信じちゃいない、明日などこの手で開くのさ、光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ、喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない、ブラックアンビューティー鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を
埋める。二人だけのわがままなリズムでブラックアンビューティー、歌うのさ誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース。信じることにも疲れた。初めから何もなかったのだろう。行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方。光などどこにもない、まして闇などありもしない。瞬き一つで変わる。Black and Beauty 鳴らすのさ誰に届くはずもないこの夜を埋める。二人だけのわがままなリズムでブラックアンビューティー、歌うのさ誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままのブラックアンビューティー。 The Fall My Lady 消え失せるばかりのこの夜を埋める、埋める、埋める。歌おうブラックアンビューティー。 The Fall My Lady 消え失せるばかりのぬくもりはもういらない、いらない。 Black and Beauty。 消えてるものならもう何もない。それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーでーだー。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。